はいどうも、ケイポンです。今日は初心に戻ってブランチマイニング場を作っていきます。以前は農場に作りましたが、ここでも採掘ができるようにしていきます。しかしここでは小スペースで効率がよく作業できることを考えていきたいので、その辺も含めて解説を進めていきたいと思っていますね。それでは今回も始めていきましょう。じゃあまずは採掘場を作る場所へ行ってみましょう。ですがその前にまずはここ、だいぶ前からチラチラ見えていたと思います。ここはある意図を持って作ったんですけれども、まずは詳しくは次回以降に置いといて、この後ろのメサの丘に手をつけていきます。工場の横曲がりますとこのように線路がありますが、今紹介した木の橋の下がこのように線路になっています。そしてこのメサの丘の中が今日の舞台ですね。すでに手が入っています。まだバルティモアに駅しかなかった時代にここを掘りました。今後はここを中心に建築を進めていきます。そして今日を作る採掘場もこの空洞の中に作っていきますね。今日作る採掘場は直下掘りをしまして、その穴に螺旋階段を作って上り下りできるようにしていきます。そして最深部を採掘場にしていきますが、今日やるのは風車型ブランチマイニングという掘り方をしていきます。まずはきれいに形を作りまして、最後に解説をしながらブランチマイニングをしていこうと思いますね。まずは目印に作った円が少し小さかったので、少し外側に大きめに掘っています。はい、OK。作業中暗いので暗視のポーションを作っていきますね。今日は掘るのに TNT を使っていきます。先ほど掘った円の中心を Y12 まで掘っていきます。はい、では Y12 の深さまで掘りましたので、ここから TNT を上に積み上げていきます。はい、ではボタンを用意したのでちゃちゃっとやっていきましょう。はい、想像通りですが中がベコベコになっちゃったので、愉快な仲間たちに整えてもらいましょうか。こっちも予想通りなんちゃこりゃ的なリアクションですね。はい、整え終わりました。その外側も掘っていきまして、それが螺旋階段になっていくわけですね。この動画を編集している際にチャンネルのコミュニティ欄でこのようなアンケートを取らせていただきました。皆さんははしご型あるいは枝型で掘っているお友達が多いみたいですね。普段は自分もそうなんですよね。今日やります風車型はクリエで出したお友達クラスに人気がないです。今日はそんな不人気な風車型のメリットも含めて後ほど掘りながら解説をしていきます。男は黙って洞窟探検とか、まあ洞窟探検でやる女はどうするんだとか後から自分で思いました。岩盤掘りの根性勢とかいう、まあ、脳内筋肉質のお友達も一定数いまして、アンケートを作った側としては結構面白かったです。そういえばケイポンクラフトの今後の計画は大方最終回までの目処が立ちました。以前ツイッターでもある程度公開していたんですが、少し計画が変わりまして、この世界には仮拠点のザンザニアを除いて7つの町ができるという予定になりました。現在はすでにタロウとバルティモアという町がありまして、次の章のミケドニアまで分かっている状態ですね。自分の中ではそれ以降の町もどんな町にするのか、町の名前はどうするのかとか全て考えてありますので、それを楽しみにぜひケイポンクラフトを今後も見ていただくと嬉しいです。前回の動画にいただいたコメントで一つ、街づくりをしたいけどアイデアが浮かばない的な方がいましたので、そういった皆様に向けて少しでも参考になればいいなと、ケイポン流のアイデアの絞り方をお話ししてみたいと思います。自分はまず街の BGM 探しから始まっちゃいますね。例えばタロットはこちら。
してバルティモアはこちらです。音楽を聴いて頭の中で農場とか荒野とか大雑把に雰囲気を考えまして、作れそうなものを実際の建物の画像を見ながらなんとなく形にしていく感じですね。なので多分一番集中力と時間をかけているのは BGM 選びかもしれないですね。あまり参考にならないかもしれませんが、まあぜひ BGM 選びから始めてみるっていうのもいいと思いますのでやってみてください。はい、大型装飾は終わりました。これでだいぶイメージが湧いてきましたね。そうしましたら次は螺旋階段を作っていきます。螺旋階段の途中には部屋をいくつか設けていきます。まずは資材置き場、掘ったものをしまえるようにしておきますね。2つ目は仮眠室、採掘中にやられても近場で復活できるようにベッドを置いておきます。そして3つ目はエンチャントルーム、採掘しているとレベルが結構溜まりますので、ここでエンチャができると何かと便利ですね。あとは採掘で掘れたラピスラズリも一緒に保管していきます。はい、これで螺旋階段ができましたので部屋を作っていきます。あとは完成したものを紹介するだけにしちゃいますね。それではまずは CM をどうぞ。はい、では採掘場の形ができましたので、まずはその紹介をしていきます。降りるときは基本的に飛び降りですね。下にはこのように簡単な水溜りを作っておいたので、それを利用していきます。ここが採掘場になるわけですが、先ほどお話しした3つの部屋をまずは見ていきましょう。はい、ではここが仮眠室ですね。タロットの採掘場にも作りましたが、そこの仮眠室を少し改良してこんな形になっています。ここでリスポンチの設定をして採掘に行けば、いざやられた時でもここからまたスタートできますね。なので最深部に一番近い位置に部屋を設けています。今度は資材置き場とエンチャントルームですが、ここの2つの部屋は採掘以外にも使いますので、地上に近い位置にあります。資材置き場はこのようにチェストを置きまくっているだけなので、ここに取れたものを突っ込んでいきます。まあ必要なものは後置いたりとか、メサなので金鉱石を壁の装飾に使ったりとかしています。エンチャントルームはここの倉庫のすぐ上ですね。ここの部屋は余ってる資材を使ってなんとなく装飾をしておきました。このように金床とか砥石も置いてるので、エンチャント関連のものは全部ここで完結していきます。それでは風車型ブランチマイニングをしていきます。自分の場合はこのように最初から正方形の部屋を作ってしまうんですが、
一般的なやり方では違うみたいです。ですが、どちらのやり方でも結果的には同じですので、今日はケーポン流ということで、もし真似する方は、まずは正方形の部屋を作ってみてください。大きさはだいたい 9×9 ぐらいがベストですが、特にその辺は自由で問題はありません。まずは坑道の位置を決めて採掘の準備をしていきます。適当に四隅を4ブロック分掘って、松明で印をつけていきます。この印が結構重要なので、付け忘れがないように注意したいですね。そしてこれを四隅すべてに作っていきますが、まずは最初に掘った坑道を背中にして、向こうの壁まで歩いていきます。そして壁に当たったら左を向いて、今と同じように4ブロック分掘ります。そして印。で、また振り返ります。そして、端まで行ったら左を向いて、4ブロック分。そして印。最後も同じですね。それでは早速掘っていきます。どこの坑道からでもいいので掘り進めますが、まあ、ここの鉄が見えてるところから始めていきましょうか。まずは右を向いたら4マス掘ります。そして先ほどと同じように松明で印をつけて、今度は左を向きます。で、ここも同じように4マスですね。はい、これで4マス。で、ここまで掘ったら、一回振り返ります。そしてこの先をずーっとまっすぐ掘っていきます。もう気づいてる方は気づいてると思いますが、このまま掘り進めると一番最初の準備段階で掘った坑道にぶつかるわけですね。まずは手順をわかりやすくするので、壁に鉱石があっても一旦無視して掘り進めていきます。と言ってる間に着きましたね。ここが最初の準備段階で掘ったところなので、さらに4マス掘って、印をつけて、でまた左を向いて、4マス掘ったら印をつける。そして振り返って、またまっすぐ掘ります。これを繰り返していくわけですね。はい、これで最初の鉄があるところに戻ってきましたね。これで一周が終わったわけですが、今度は二周目に入っていきます。先ほどは4マス掘っては振り返って、隣の坑道まで掘り進めるというような形でやっていました。なのでまずは4マス掘った一番奥まで行って、今度はまた右を向いて4マス掘ります。で、松明を置く。そしてまた左を向いて、4マス掘ったら松明を置く。そしてまた振り返って掘っていけば、はい、こうやってぶつかるわけですね。なのでまた4マス掘って、ここに印を置く。そして左に向いて4マス掘って、そして印を置く。で、振り返ってまた掘る。これをずっと繰り返していくだけになります。はい、これで2周目も終わりましたね。まあ、結構大変なように見えますが、まあ、覚えてしまえばってとこですね。この掘り方の何がいいかと言いますと、このように右左で行けば、あっという間に真ん中に戻ってこれるとこですね。はしごや枝といったやり方をやっている方は、まあ、そのうちどの拠点が遠くなっていって、まあ、その度に戻るのが大変になっていきますが、このやり方だとある程度掘り進めても結構簡単にここまで戻ってこれる。まあ、これが一番のメリットなんじゃないかなと思いますね。農場の採掘場に比べると、ある程度小スペースにできたので、まあ、そういったところも自分的には良かったですね。はい、では2周分の鉱石を掘ってきましたので、それも見ていきます。まあ、こんな感じですね。まあ、もの5分か10分ぐらいなんですけれども、結構溜まりました。
効率の良さでいうとそこまではしご型や枝型といったものとは変わんないですね。こうしてバルティモアから離れると思いきや、メサの丘の内部での建築が始まってしまいました。次回もこの街のさらなる内面世界へご案内したいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。